僕の 歌う投資家投資系 YouTuber のラジオ親ヤジです3月15日金曜日えー事故が13時32分を回りましたえー、午前中の収録を諦めてゆっくりやっておりますはいえー、ラジオ親ジの親父ラジオラジオ親ジの親父ラジオを始めてまいりたいと思いますよいしょちょっと今落下落下 <laughs> えー、ラジオエイジのエデジラジオは、えー、寝る前にまあ、聞いてほしい。<laughs> 寝る前に聞いてほしい。別にその、えー、皆さんの生活をなんか拘束するわけではないんですが、<laughs> 株の情報は11時ごろの朝株を見てくださいということでね。で、は再生 PC のキャンペーンやってるんですけど、富士通が売れちゃって、で、あとね、えー、ヒューレットパーカードっていう PC が入ったんで、これをちょっと後でまたお見せしますけどね、こんな PC だよ。 まあこれもまあ僕はこだわりにこだわって、で、一台買うわけよ、まずね。一台買って、それをちゃんと、えー、検証して、チャートリ学とか入れて、動作見て、で、問題ないか、じっくりチェックして、それから、まあ、業者さんに正式に発注していくっていうことで。えー、いつぐらいからやったかな。一ヶ月ぐらい前から検証してて、で、ちょっと気に入らないところがあったので、 液晶がね、気になかったんで、それをちょっと取り替えてもらったりして、いろいろやって、えー、PC をね、構築、構築というか、e PC をね、取り揃えて、えー、ご紹介しておりますので、もしよかったら、えー、問い合わせてください。えー、ご質問、動画の感想などをお待ちしております。普通のお便り、写真もください。えー、mh.radioid.com まで待ってます。 えー、皆様、メールいつもありがとうございます。さて、動画の情報なんですが、えー、投資情報を含みますので、投資情報は参考に留めていただき、最終的な投資判断は自己責任で行ってくださいね。えー、今、ラジオエジは歌活動をしていますで。来週お休みということでね、あ、タイトルが <laughs>。 金の買い方を教えてください。これがね今日の、えー、今日のテーマです。ちょっと見ていきましょう。ただっ、金の買い方教えて、金の買い方を教えてくれ、金の買い方をやるよ。金、えー、ゴールドですね。ゴールド。これをどう買ったらいいのか。 いう話が今日のテーマになります金曜日だからね。金曜日には金の話をするということで、金の話をやっていきます。さて、えー、今日も日経平均は今動いておりますが、今、ちゃんと取れてるかなぁ。ちょっと見てみようかね、えー。12時58分。あー、取れてないあ。じゃあちょっとリセットかけていきましょうかね。リセットをかけていきますが、えー、今日で、ね、反発できるかどうかっていうね、瀬戸際というか、えー、その、 え、分岐点にあるっていう話はね、えー、朝株でやりましたけど、実際今日分岐点で、この後、上がれるかどうかわかんないですよね。で、今日上がらないと結構やばいっていう、そんなタイミングに来てますんでね。キロンキロンって言ってますけど、今、えー、リアルタイム株価のね、リセットをかけております。今、1時35分。まあ、午前中の収録を諦めてね、で、午後にやってるんですけど、えー、だから、 この1時から2時ぐらいのところで撮ってんですけど、あー、あー、ダメー。ダメじゃん、これ。この上髭でこんなところからさ、クロスポイントを抜けないで、クロスポイントから落ちてるってもうダメだね。これね。まあ今、今、1時36分でダメで、RSI が10まで落ちてるっていうのはちょっと厳しいですね。厳しいですね。まあ、そんな状況になってます。はい。 で、えっ、ー、と、いろいろあるんだけど、何からやりましょうかね。ああ、そうね。まず、えっ、ー、とふ、普通の動画とね、動画だと忙しくてあまりお見せできないんだけど、えー、今ね、新しい PC をちょっと、こんなんが入,入ってくるよっていうんでね、HP の PC なんですけど、キンキラギンのこう銀の筐体のね、PC で、今で扱ってた PC より薄い、薄型なんだよね。 で、えー、こんな感じの銀の PC で、これが再生 PC なんですけど、で、まあね、再生 PC だから細かく見るとやっぱり表面にちょっと傷があったりとかね、すれ、すれてたりとかします。で、開くと、こんな感じで、えー、かっこいいんだよね。イファ i5 の PC で、で、液晶が気にならなかったんで、ちゃんと液晶、いい液晶をつけてもらってて、ここにンキーがあるから、えっと、えー、銘柄コードとかね、 6758ってビッ打てるっていうねでこんなかっこいい PC が今まだ入らないんだけど富士通が売れちゃったんで、えー、こんな PC を今ね発注かけましたでまあなるべく早く納、えー、入してくれるっていうことなんでねそんな感じで今再生 PC にチャートリー企を乗っけてマウスをプレゼントでお付けして、えー、お届けしてます楽天証券の えー、ま、スピーとかね。ズームなんかも入れて。で、ワイヤレスマウスのプレゼント。最近僕ね、ワイヤレスマウス使うようにしてるんだよね。今までワイヤレスマウスあんまり好きじゃなかったんだけど、こんな感じでワイヤレスマウスね。結構使うようにしてて。今この、あの、動画はワイヤレスマウスじゃないんだけど、この動画はね、ここにマウスがあって、これでいろいろクリックしながら、あの、こう、操作してるんですけど、 これはね、あの、静音マウスって言って、クリック音がもうほとんど鳴らない、えー、マウスを使ってるんですね。で、今、最近買ったこういう、あのー、ワイルスマウスもね、静音マウス、クリック音が小さいマウスを買ってるんだけど、これ、するんだよね、結構。カクカクって言うじゃん。ちょっとね。で、これ今僕が使ってるこのマウスは、ほら、クリックしてるんだけど、ほとんど落としないでしょ。 これがね、どこだっけなえー、っとね、バッファロー。バッファローの静音マウス。静音、静かな音のマウスっていうのを使ってるんですけどね。皆さんにプレゼントをさせていただくのは普通のワイヤレスマウスです。普通のワイヤレスマウス買ったら、えぇ、ー、1200円とか。千 <laughs> 円以上するマウスをプレゼントして、1000円ぐらい、1000円ぐらいマウスをプレゼントします。 まあそんな感じで。で、HP のノートが高いんで、富士通よりね。来月以降は、来月も入るらしいんだよね、PC。だから、えー、2000円程度の値上げを、13万4000円に来月はなる、みたいな感じでやっていきます。まあそんな感じででね、今ちょっと、あ、まずは歌うから行きましょうかね。<laughs> 歌から行きましょう。<laughs> ごめんなさい。<laughs> 大丈夫です。<laughs> 大丈夫ですけど歌を歌うオーニーフィーリング今日もまたオーニーフィーリングなんだよね。あの、えっ、ー、と、昨日、えー、昨日ちょっと歌いましたけど、今ね、えー、昨日も歌がつもやってましたけど、えー、投資家エレジーっていう演歌、演歌なんだよ、ね、演歌をあ今作ってまして、 演歌まあ、もう来週から歌います。これは間違いなく。えー、か休みいただくんでね。演歌を歌いますんで、また聞いてみてください。えー、拳を回しながらね。はあ <laughs> 拳を回しながら歌うんだね。はあーとか言わないけどね。拳が回る場所があるんだよね。えー、ということで、今日も歌を歌っていきます。オンリーフィーリング。<laughs> まだ今ね、また忙しくて次の曲の準備ができてないよね。まあ、なんだかんだ言ってこれ好きなんだよね、僕。この歌割と好きで。で、今一番好きなのはやっぱり周回遅れですかね。週回遅れの、あれ一番好きなんですけど、その次にこれが好きかな、僕は。オリンフィング。これが好きで、今日も歌わてください。 えー、ということでやっていきましょうオニフィリング歌詞を出してください、はい、ではいくぜ <laughs> 人間ち顔の君がいる。僕を見つけておふる君そ。 そのうち血管切れるこれれね <laughs> 血,管そのうち血管切れるじゃねえかこれはこれ歌ってる時はブチ「ぶち」「血管」「けなんてぶち」ってなりそう感じですけどねえー、なんか青春思い出していいなこれなあのこれねコード結構面白いコードを使っていて最初のとこもまあ面白い これ面白いコーナーなんですけど、クリシェっていう進行でね。で,で、心冷めた、それは誰かは、なだっけ。<laughs> あわるいわけじゃない。これ。これ悪いわけじゃない。これ。 これだっけじゃないこの不協和音をねこれをあえてこう不協和音をね使うというそんなことをね二十歳ぐらいの僕はねもうやってるんだよねだからなんていうか もう二十歳ぐらいの段階で、もう頭にもうコード、コード、こういう和音とかね、入っちゃってたんだね。で、まあ、あの、僕は、一応、音楽学校の時には、その指は動かないんだけど、口は回る、<laughs> 口は回る、口は回るので、お前教えろみたいなこと言われて、教えてて、で、教えたらなんかすごい教室で人気が出ちゃって、先生としてね。で、すごい、教室の静止が良くて、 で、なんかすごい有名になっちゃって。有 <laughs> 名になっちゃって。教室で、長谷川くんのところの教室は生徒が辞めないって言うんだよね。で、生徒が辞めない全国1位、1位、1位。僕の、僕はだから学生の頃からもう、あの、教室に借り出されたんですけど、僕の教室は生徒が辞めないんですよ。だ生徒がもう入ったら辞めないですね。で、えー、そういう風に、もう、それがすごい有名になりましたね。 で、なんでだったんでしょうね。<laughs> ちょっとわかんない。一生懸命教えてましたよ。で、一人一人の生徒さんに、まあ、あの、場合によっては、その生徒さんのために曲を作ったりとか、するぐらいにして、一人一人の生徒さんに、あの、なんていうかな、エネルギーを注いでね、歌、あ歌、あの、教えてました。ギター教室をね、沼津でやってたんですけど。で、その沼津の、そう、ギター教室30人ぐらいもう持たされて、 それで、えー、学生なのにね。教育実習っていう名目で。<laughs> 名目でとか言っちゃいけない。いけないいけない。で、えー、だけどそうだよで、えー、もらってたお金は時給50円っていう、ね。<laughs> 時給 50, 50円。で <laughs>、ね、やってたっていう。こういう話をするとね、あの、ね、あの、音楽学校から、あの、メールとか来てね、あれは削除しなさいって。あの動画削除してくださいって言われるから。<laughs> もう言わないよ内緒にしといてね、今の話ね。 ちょっと内緒で。そんな、ね。え、今、再生に BC の、えー、キャンペーンをやっているんですが、あ、集会遅れ日記です。えー、ラジオアジの集会遅れ日記。お問い合わせが多くなり、事務所にも大変になって、寝る暇がありません。5時間眠ることができません。えー、夢もなんか3時ぐらいに寝て、7時ぐらいに起きてました。<laughs> 今日3時ぐらい、4時い。4時間ちょっとぐらいしか寝てねえじゃねえかよ、みたいなね。 また豚売れたあかんので、えー、明日からの5連休、ちゃんと休息を取るようにします。本当は静岡に行ってゆっくりすると良いと思うのですが、やりたいことが多いので、そういう気にちょっと慣れないんだよね、今回。まあでも大好きな場所に、だからちょっともったいないんだよね、静岡も行ってないから。<laughs> お家賃が。今は静岡はあのー、えっ、ー、と、川津桜っていう綺麗なね、ピンクの桜が咲いてて、 で僕のアパートの隣、大家さんのい、えー、庭、庭ていうか畑があって、そこに綺麗な川桜が毎年咲くんですよね。で、毎年っていうか去年見たのが初めて、<laughs> 初めてですけど。たまたま大家さんに去年、ね、会って、あ、のお世話になってます、ね。挨拶したら、その川桜が枝をパチッと折ってね、綺麗な枝をくださったんだよね。大家さんのおじいちゃまが。<laughs> 僕もおじいちゃまですけど。 それで、すごい綺麗で、家に持って帰ってあの、しばらく飾ってました。で、そういう季節なんだよね。だから行きたいは行きたいんだけど、静岡ね。皆さん、静岡の皆さん、川桜がまだ綺麗ですか。<laughs> ね。で、もうすぐ桜の季節が来るんだけど、まあ、去年はね、桜の季節に静岡行ってましたけど、えー、まあ、今年はちょっと行けるかどうかみたいな感じなんですけど、 まあでも大好きな静岡にいつでも行ける場所がある。なんならそこで生活できる場所があるっていうのはまあ幸せなんだよね。だからまあ有名 YouTuber と違ってね、よく有名 YouTuber10 億円の家に住んでますとかね。えー、はじめし長ゃちょーとか、静岡に家があるけど、3億円か4億円の家に住んでるんで、ね。<laughs> 僕の僕の拠点はちっちゃいアパートで、まあお恥ずかしい限りですけど、まあね、えー、まあそれが精一杯だって、えー、僕の唯一の これが贅沢です。さて、えー、ということで、まあ、今回の5連休は、まあ、えー、岐阜でね、まあ、あいろいろ、今やりたいのは、ま、あ禁止されそうな TikTok だよね、アメリカで。ま、あでも、なんか、えっ、ー、と、無入信元財務長官がなんかやっている、えっ、ー、と、銀行かなんか、何か、えー、が、えー、TikTok 買うとか言ってて、アメリカの企業が TikTok 買えば、えー、アメリカも OK ってことになるみたいだよね。 んで、ね、TikTok はまあアメリカの一つの文化だから、まあなかなかね、あのー、禁止はできないんじゃないかと思ってますけど、まあ僕も結構 TikTok 好きで、えー、まだ投稿一個もしてないんだけど、よく見るんだよね。なんか YouTube ショートと似てるんだけど、TikTok の方が面白いんだよね。なんかびっくりするような映像が出てくるのが TikTok で,で、YouTube ショートは大したことないね。で、TikTok を見てると、 なんじゃこれっていう動画は、動画っていうかね、ものがたまに出てくるんだよね。だすごいショッキングで嫌なものも見るんだけど、まあ面白いものも多くて。で、やっぱり TikTok でしか出てこない動画っていうのはやっぱりあるから、僕は TikTok 結構見ますけどね。んで、えー、その TikTok に上げる動画がやりたいので、今週は、えー、ご連休取ってそういうのをやろうと思っているということなんですけどね。 まあ今の生活だとね、もう動画撮って準備して、動画撮って準備して、んで、あと事務的なこととかいろいろやると終わりっていう。で、まあ歌活一生懸命やってるんですけど、その中に歌活入れてね。できれば1日3時間は歌活やりたいっていう目標でやってんですけど、なかなか3時間取れない日もあります。まあ3時間あれば、なんとか1曲は作れるかなーっていう。まあ、ね、難しいな。3時間で1曲難しいな。 でも、3時間あれば、まあ、新しい曲の、なんかが、ええー、アウトラインぐらいができる。で、で、新しい曲を作るのが今僕、ものすごく面白いんですよね。で、えー、この間からね、結構ペースを上げて、新曲作ってるんですけど、そんな感じで。また5連休は、また歌活たくさんできそう。トレード禁止令に従っている僕ですが、 最近はトレードしたい欲が強くなってきています。この欲を抑えるためという目的もあって、シミュレーション、仮想売買はやっているんですが、仮想売買も今、えー、チャンスなくノーポジですから、つまらない。そんな僕が今考えているのは金です。まあ、デートレードもさ、忙しいじゃないですか。今日も、えー、東電とかが、えー、高いから、これ、空売りどうかなーって言ったけど、朝トレでね。 今、まだ下がってないけど、まあ、ちょっと高いんじゃないですかね。柏崎刈羽を IAEA が再稼働認めたみたいな話で、それで上がってんだけど、まあ、そういうような、えー、ね、そういう関連の、えー、材料でバーンと上がっても落ちるからさ、東電って。で、今、ちょっと東電の板見てますけど、まあ、空売り十分にできるけど、結構荒い動きがね、続いてますね。 936.4十六300、は三百今千みたいな。あ,あら、荒い動きがついてます。もう売り買いがものすごい。まあ、だから今、結局こういう、あのー、売買。まあ、板をね、本当はお見せすると面白いんだけど、それなかなかね、証券会社が板は、まあ、多分、うん、あの、投証が起こるんだろうな、と思うんだけど、証券会社が板なかなかミス、あの、映させてくれないから、 ね、映しませんけどね。こういうダメなものを映すと、あのー、もうチャンネルがなくなっちゃうんだよね。ダメ、ダメって言われてるものを無理やり映す人いるけど、やるとね、もうチャンネルが下手したらなくなっちゃうんで、で、それは僕はできない。やれ、やりたくないんだよね。だからまあ、しょうがないよね。それぞれ各自で板見てもらうしかしょうがないんですけど。 えー、で、それを見てると、わーと目まぐるしく動いてますけど、やっぱり、ハイフリークエンシートレーディングっていう、その、えー、PC のね、千分の一のバイブが、うわ千分の一秒で入ってくるバイうわーってくるから、昔と比べると、昔、あのー、僕がデートレイトやった頃と比べると、まあ、目まぐるしいよね、板の動きがね。自動バイでやってるからね、結局。人間がここに入り込むのはなかなか大変だよね、っていう感じ。 で、まだ今日は、えー、当然東電なんかは上がってて、それは沈静化してないんでね、上がったまんま。で、今、昨日あたりから、空売りで、えっ、ー、と、見てた注目銘柄とかの、空売りとかにね、使えるんじゃないかって注目してた銘柄どうなってるか、三菱マテリアルとかね、これは下がってきましたよね。でこれはだから今、理覚できるよね。DMG 森。これは、今、昨日の売りと同じぐらい、でも一旦下がってるから、 これもまあ、ちゃんと見てれば理覚はできたと思います。ちゃんと見てればね。あと、えー、っと、昨日、売り気配で雪印メイクとか面白いんじゃないかって言ってて、で、これも今、えー、まあ、これはちょっとライン引いてないですけど、増配でね、買われたってやつ、これも面白いんじゃないかって言って、やっぱり高いところから今ちょっと落ちてきてますけどね。だからこれもさ、いかにこう高いところで売るかっていうのはね、やっぱり板見ながら、えー、雪印なんか今日見てたら、最初特別買い気配がバーッと入ってくるわけ。 で、あんな時にやっぱり売ってもさ、えー、買いの勢いが強い時に売ってもダメだから、えー、買いの勢いが弱まるのまたはできないんだけど、いつ弱まるかなんていうのは分かれしねいし。で、まあ、だから買いとかがね、すごい参考にはなるけど、雪印めぐみクもまあ今までにない買いで今ぶっ飛んでるから、まあ、すでに高いんだよね。で、今までの動きは大して、大した動きじゃないから、まあ、売ってみたらいいんじゃないって話なんだよね。 だけど、こういうのもね、やっぱり怖い。やっぱりやればわかるけど、すごい怖いんで、すごい怖い。だからもう、ちゃちゃっとこうね、三菱マテリアルなんかでも、売った今下がってる理覚だーみたいな。<laughs> 今日高かったから怖えのー、この辺怖いわけよ。やべえ理覚できねえかもで、下がってきた今じゃみたいな。やらなきゃいけないんで。<laughs> 結構大変ね。まあ、ここに一応、 買い、え、買い戻しの差し入れを置いとくんだけど、まあそこまで来ない場合もあるからね。その辺はいた状況とか見ながら見極めて、え、裁量で判断していくわけですよね。それはだからすごいしんどいわけ。で、それをし、やりたいけど、しんどいし、今動画やりながらデートレードは無理だから、えー、実際ね。だって動画撮ったら次の動画の準備しなくちゃいけないから、横目で、 相場見ながらできなくはないけど、ちょっとやっぱり集中してやらないと多分無理なんでね。で、これは無理だなーっていうところで考えているのが金なんだよね。ずっと相場を見てきて言えることは、金だけは大丈夫、上がり続けるっていうほぼ確信見た、めいた感覚。それが危ない。<laughs> それが危ないって言うね。あの、30年ぐらいの金見ると、上がって一回下がって、また上がって急騰してるんだよね。 だから、金だけは、まあ、上がり続けると言っても、ずーっと上がり続けているわけじゃない。ですけど、まあ、ここへ来て、なんか、金の争奪戦みたい始まってるじゃない。で、もう、金って、えー、取れる量がもう限られてるから、で、それを人工的に作り出すことはもちろんできないし、なので、えー、中国とかは、金をもう、めちゃくちゃ買い占めて、ごめんなさい、ね、もう耳を触ってますけど、かゆいの。<laughs> あの、これ、ここがかゆいの。あの、なんだろう。えっと、今、花粉症の季節だからな、なおさらね。もう、触っちゃいけない。ここにねい。あのー、触っちゃいけない。で、金だけ大丈夫。で、もちろん値上がり幅は大きくないんだけど、安定して、えー、上がり続けているということで、今日は僕が目をつけた金関連の ETF を紹介しますね、っていうね。だから今日、これ動画版のこれ動画、あのー、 投資情報番組なんだよね。なのに、あの評価低くて、YouTube、投資情報番組はね、ちゃんと広告宣伝料高くもら,うもらえないといけないんだけど、本当にね、<laughs> まず見てもらえないし、親父じラジオ、見てもらえないし、まあ、広告、あの、単価が低いこと、本当に低いこと。 まあやらない方がいいぐらいの、本当に。やらない方がいいぐらいの、えー、値段しかもらえてないんですけど、でもまあ、じゃあラジオオエジは一番、えー、どの動画が一番、えー、好きですかっていうか、楽しく。まあね、他の動画も楽しくやってますけど、やってますかって言ったらやっぱり親父ラジオでね、歌、もうさ、3回か4回歌えるしさ、歌えるしさ。 で、今、えー、いろいろやってまして、えー、この辺からね、えー、金木星から、FOU、投資家エレジー、嫌になっちゃう、雨がよく降るね、みたいな感じで、タタタタ,タと来てますけどね。えー、今、ちょっと忙しくて停滞はしてるんだが、金木星はもう、もう歌えるし、FOU は毎回歌ってるし、FOU が僕は好きで、<laughs> オープニングで歌うやつね。 俺、これ好きだよね。いい、いいなーって。自分で作った歌で、自分でヒットしてて、ララララ、ラララララって、いつも、Ice in for you って、あの、自分で <laughs>、歌ったりしてますけどね。投資会ネージも結構好きで、えー、今、僕の中では結構ヒットしてます。<laughs> もうすぐ歌うけど。ヨンなちゃんも結構好きで、 これも、なんか自分の歌が僕自分で好きなんだよね。で、自分の歌が自分で好きで、えー、自分の歌を自分で歌うのが一番好きっていう。だから、そこがもうなんか趣味で、趣味で、趣味っていうか、そこがもう本当に自分の歌が自分で好きっていう。そんな、そんなんなんで、なんです。で、今、まあこんなことやってます。まあ、また5連休経たら、 何曲か新曲が歌えるようになるので、あとは単発の動画もね、上げていくっていうことで、今例えば、えー、ね、えー、例えば、そういえばラジオエジの周回遅れ最近聞,聞いてないな、聞いてみたいなとか思っても、なかなかね、聞けないじゃないですか。で、あいつやってたっけって後ろの動画を戻さなきゃ。で、これをまあ単体で聞けるようにしようと思ってるんですよね。 で、この、今やってる、あの、日き語りっていうのは本当独特で、その、なんとも言えない、こう、自由さがあるんだよね。で、この後歌う、え投資家エレジーなんかもテンポ揺れ揺れで、一体テンポってどこにあるのかわかんないんだよね。で、始まった時と終わった時のテンポが全然違うんだよね <laughs>。全然違う。だから、えぇ、そ、そこがだけど、だけど、 面白いんだよね。テンポが揺れながら歌うところが、あの、弾き語りの妙味なんじゃないかなと思ってね。だからその揺らし方がでも、いい揺らし方と悪い揺らし方があるから、そこが、まあ、センスが問われるところだとは思いますけどね。っていうことで、えー、いろいろ音楽をやっております。そして、えー、動画をラジオにするプロジェクトっていうのもね、まあ、これからやっていきます。 まあずっと言ってるんだけどね。まだまだ時間かかるけどね。順番に少しずつ。少しずつ。えー、活も今やっていて、今30日目です。えー、今ね、30日目。えー、今日の就活、これ、ここ15日が30日目ですね。でもう、あと残り、どんだけやるんだろうっていうね、えー、ところなんですけど、残。残は、 えー、159ですか。ね残159日ですけどね。まあこれ一生懸命今、えー、やってます。で、やっぱりしゅうこの整理整頓っていうのは、こんまり先生に僕は、えー、弟子入りをして本を通して、で、やってるんですけど、こんまり先生が言ってたことって本当そうだなと思ってて、で、例えば最初に片付けやりたい。 って思ったときに、毎日少しずつやっていこうって思うんだけど、それ絶対一生片付かないって小森先生が言ってて、そうかなぁと思って、俺は毎日ちょっとずつやっていけば片付くと思ってたんだけどなぁと思って。だけど、で、小森先生の、まあだから1日20冊ずつ本を捨てようとか言ってたわけよ。10冊から20冊本を捨てようやったけど、それじゃダメよって言われたから、じゃあ分かった、1500冊捨てるわつって、一気に1500冊本をブワーン捨てて、で、前々から 撤去したかったここにあった棚をね大工さんの作り付けてくれた頑強な棚を自力で分解して撤去して <laughs> で部屋の様子がガラッと変わったわけよでガラッと変わったらなんとこの爽快なことがでこの気持ちよさがもうなんていうかな一つのショックなんだよねでこんなに気持ちのいい空間で仕事をする今でごちゃごちゃしてて ap ない申請者者持ってきても 向きも変えれないみたいな。で、それでどうしようっていうのがあったんだけど、今これい申請があるんだけど、申請があるのも気がつかないぐらいに、ヒュッてこう収納できちゃってるんだよね、申請が。で、でっかい申請がね。で、そんなことができて、で気持ち良い空間で今仕事してるから、気持ちいいんですよ。楽しいっていうか。仕事が楽しくなるっていうか。で、それを経験すると、もうこっちも気持ちよいい、あの、 形にしたい。あっちも気持ちいい形にしたいっても止まらなくなるんだよね。あの、整理してとかね。で、えー、それを少しずつ進めてます。えー、例えばね、今映るかな映んないかなこれを取れば映るかなこれを取れば映るかなあ、これじゃない。これ取れば、あ、これじゃないや。どれだこれか。これ取れば映るかなあ、映った。えっ、ー、とね、例えばね、 えっと、ここ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 を昨日整理したの。ここを整理整頓したんだけど、上から2段が完璧状態なんだよね。これ、キーボードがあって、楽器があって、ソフトがあって、機材があるんですけど、これがもう、綺麗に見えてて、ここにも空きもあるんですけど、この2段は完璧なんですね。他は、ぐちゃぐちゃ。<laughs> 他ぐちゃぐちゃなんだよ。だけど、ここの2段昨日やったんだけど、完璧なの。 で、これを、これが完璧状態なんだよね。で、こういうふうにしていけば、全部をこういうふうにしていけば、ものすごい気持ちいいと思うんだよね。で、だけど今まだね、この5個、5個ある、この5段の本棚がこ、こ、っち側にもあって、こっち、こっち、こっち側にもあって、5号あるんだけど、その5号のうちの、ここの最初の、こう一角をさ、今整理始めてんだけど、この2段が完璧になったっけこれがね、 気持ちいいんだよね。だから、そういうのをさ、今順番にやってるんだけど、えー、なかなか気持ち良いんですよ。で、止まらないんですよね。だから皆さんも、えー、整理整頓が、えー、苦手な方は、一気に3日間ぐらい整理整頓だけやって、僕は熱が出るまでやりましたけど <laughs>、熱が出る <laughs> 熱が出るまでやりましたけど、とは言いませんけど、あの、それぐらい集中して、 生理生徒にやると意識が変わって、で、その一回意識が変わると、もう、なんていうかな、その、ダメな空間が許せないんだよね。許せないっていうかなんかね、気持ちよくしたいっていう、自然にそういう感じになっていくっていうね。それだから、こんばり先生に感謝ですね。だからあの本がだから、世界的なベストセラーになった、えー、理由が分かりますね。やっぱり本当に効果があるっていうことだと思います。 おためコーナーです。3月15日おためコーナー。今日は幸子さんからいただきました。えー、毎日楽しんで勉強しながらということで、これこの間いただいたメールの一部なんですけどね、えー。僕はいつもこう、くるくるカーソルを回すんで、それが目が回るから、えー、やめてもらえればありがたいっていうメールをいただいて、それから気をつけてるんですけどで、待って待っても、えー、聞いていただいてるってことなんですが、3月15日は私の誕生日、そして一粒万倍日、虎の日、 対案が重なります、えー、歌でその欲,欲を吹き飛ばしてほしい宝く,じ宝くじ買います意味が分かんないんですけど <laughs> 意味が分かんないんですけど <laughs> あのどういうあだからすごい今日はあのいい日だから、えー、宝くじ買いますって分かるんですけど、えー、これは欲は、えー、欲があるから 宝くじじを買われるんんゃないいでですか、ね、<laughs> ですかかねね <laughs> どういうことなんですかねちょっとよくわからないんでまた解説してほしいんですけど今日はなんかすごい縁起のいい日らしいよよくわかんないけどねで縁起のいい日らしいんででそこに誕生日が来た幸子さんのおたおめをやりたいと思います。いくで、ね えー、幸子さん15日3月15日お誕生日おめでとうございますハッピーバースデーハッピーバースデーハッピーバースデーと言う幸子さんの新しい 1년이 간파이 오메데토 사치코삼 오誕조비 오메데토 3月15日幸子さんお誕生日おめでとうございます。新しい1年が素晴らしい年になりますように。ハッピーバーーバスデー幸子さん、えー、ということで、えー、宝くじを買われるということで当たるといいね。<laughs> で宝くじは、えー、僕は、えー、ごめんなさいごめんなさいねあんまり興味がありません。 当たる確率が低いからなぁと思ってしまうでえ昔はよく時々宝くじ買ってましたが今は買わないねであれってさ結構なんだっけあの商品とかプレゼントとして宝くじって結構流通しているところもあってでなんか最近の一等賞の当たった人が取りに来ないっていう <laughs> でそういうのがなんか新聞かなんかに載ってましたよね1億かなんか1億かなんか当たってんだけど捨てちゃったとかさ 一応かなんか当たってるんだけど気がつかないみたいな。<noise> どっか行っちゃったみたいな宝くじ。みたいなね。そんな感じの、ゴミ箱の中入ってるかもしれないですね。そんな感じのこともある宝くじを幸子さんは買われるそうです。さて、えー、今日の投資の案なんですけど、金の買い方を教えてくださいということで、銘、えー、柄はゴールド。株安わさず系としては古漬さんから頂きました。こんにちは。毎日欠かさず、 3本の動画を見ています。待っては良い歌です。実際は待てていませんが、泣き。<laughs> 昨日はデートレの話聞きましたえ。難しいですね。トライするには私には早すぎると断念。そこで以前から金を買ってみたかったのですが、何を買えばいいのか分からずまだ買っていません。金の買い方を教えてください。どれをどんなふうに買うかよろしくお願いします。 体に気をつけて新しい曲を生んで世の中に誕生させてください。楽しみに待っています。株は浅漬さづけ、年はふるづけさんからありがとうございます。で、えっ、ー、と、金の話なんですけどね、僕もだからちょうど金に注目していたところに、えー、株はわあさづけ、年はふるづけさんから、えー、金をどう買ったらいいかってのが来まして、あ、ご質問いただおいただきまして、で、またそれを考えてみたわけですが、 金に関しては、まあ、えー、三菱なんたらとかが積み、金積み立てとか言ってるし、それから、えっと、田中貴金属で僕、前結構塊買ってまして、その時は、えー、っと、えー、ちょっと下がると買うとか、って結構頻繁に買ったりして、だからちょっとなんかめんどくさくなって <laughs>、で、塊を、あの、田中貴金属の場合は、その金積み立てやってると、塊預かっといてくれるんだよね。 で、塊を送ってくれって言うと送ってくるんだよね。宅急便で。<laughs> 宅急便で送ってくるんだよ。いいのかこれみたいな。で、宅急便で金送ってきて。で、えー、送ってもらえるっていうね。で、それをまあ、保管する場合、保管するみたいな。あるけど、やっぱ塊ってさ、あのー、持て余すよね。やっぱり。だから、からさいなんかちょっとも、持ったらうも、重ずっしりとか言ってる、ね。金。 やっぱ重いんだねってう。小さいね。<laughs> 小さいけど重いんだねって言って持ったりして楽しいは楽しいんだけど、まあやっぱり持て余すよね。だしあとお金に換えたい時にさ、えー、時間かかるじゃん。でその金の塊持ってコンビニ行って、えー、使うわけにもいかないじゃん。いやー、これ金はーって言われちゃうじゃん。いや、これ今あれですよ。1グラム1万1500円ですよって。 その価値があるんだからって言っても、それでコンビニで、えー、買い物ができるわけじゃないと。で、お金にすることも結構ね、めんどくさいっていうことになるので、で、僕はどう考えるかというと、金の ETF を買ったらどうかっていうふうに思うわけですね。ちょっと今日グループに入れておきましたけど、えー、金を買ったのと同じあ、今の三菱マテリアルとか確か金投資の中やってたんじゃなかったかね。ね、確かね。で、えー、金。 をを買買ううの代わりに etf ったらどうじゃで、これは、1540の ETF は今日今、えー、これ1株単位で9800円で買えるっていうことなんですけど、え、だいたい今1万、田中貴金属価格で1万1000円ぐらいだから、それよりはちょっと安いけど、まあ似たような価格で金を買ったのと同じことができる。で、1万円から買え、1万円ぐらいから買えるので、1株単位だから、まあ1株買って1万円。 100株買って100万円っていうね、ことで均等資ができる。で、例えば去年の12月に、えー、これ、8700円だったものが、えー、8700円とか800円だったものが、今12、12%上がって <coughs>、1000円ぐらい値上がりしたから、えー、まあ、80万が90万ぐらいですか。ね。1000円値上がりしたから、80万ぐらい持ってたやつが、 90万ぐらいになりましたよ、みたいな。しょぼいんですよ。<laughs> これ、ずっと持ってても、そんな上がらないんだよね。しょぼいの。で、えー、今までの動きを見ると、えー、10年チャートを見ると、こんなんで、まあ、最初はそんなに上がってなくて低迷してたんだけど、2019年あたりがザーンと上がってきて、でもどんどん上がってる状態ですよね。で、これちゃんと連動してるのかどうかね、ちょっとわかんないんだけど、あ、ETF でもさ、 ちゃんと連動するのとしないのとあるからね。これが棒。あの、原子がどれで何と連動しているかとかちょっと調べた方がいいとは思うんですけど、まあ、金と大おね連動して上がっている金上場投資、し、信託。これは売ればすぐ現金ができるじゃないですか。ね。で、買って売ってっていうのは株と同じようにできるわけだから、これがいいんじゃないのと思うわけね。ただ物足りないのは、えー、ね、 上昇率が物足りないんだよな。えー、これ、物足りないわけよ。上昇率、あ、月足で見てるから、月足で見ると、えー、まあ何年かで139%。12345、1, 2, 3, 4, 5, 6年ぐらいでね、なってるんだけど、日足で見たときに、去年の12月から今までの上昇が12%です。ちょっと物足りなくなくなくないですか <laughs> ちょっと物足りなくないですか ?12% ね。 そこで、そこで,こんんで、こんなんがあったで、こんなんがあったで、next, ノーツ金先物 d o ブル l ブ e ル etn. 何がパカパパパパーかっていうと、これブル2倍、ダブルブルだから、レバレッジかかってるから、普通の金が、 ね、ここで12%上昇のところをダブルブルだから、これ25%上がるの。ね。だから3万六千が4万4千、360万が440万だから80万ぐらい儲かってる三百300万買ってれば。いいや <laughs> いいやいいやよくない。ええー、やねえ。えー、や ということで、これを買ってみちゃどうじゃろうということですね。それで、えー、テクニカルを見ていくわけですけど、ラジオアジェらしくね。見ると、RSI が上下変動していて、金とはいえ、これダブルブルの冷やしだけど、安いときは安い。落ちるときは落ちるっていう、こういう波が見て取れるわけね。2、3ヶ月に1回、安値が来るわけよ。本で <laughs>、 一番安いところで、こういうところで買えば、上がるわけよ。上がった時に、これは25%が儲かるから、360万が440万になるから、たくさん買えばですけど、80万ぐらい、3ヶ月ぐらいで儲かれば、いいやね。で、これどうと思うわけね。まあ、手数料だったり、いろんな何かがあるのかもしれんのが。まあ、買ってみないとわかんないからね。そういうのってね。 ちょっと買ってみようかな。ね。これは一株で今4万4千円で買えるっていうことですけど、もちろん今買いませんよ。こんなとこでね。えー、今は高いから何かの表子にまた今上昇トレンドでめちゃくちゃ上がってるけど、それでも何かの表紙に下がってくることはあるわけじゃないですか。で、下がってきたら買うっていうこと。で、ちょっと他のテクニカルも見ておきますけど、 えー、三つ重ね合わせで見たときにどうですかね。えー、まあ、ストキャスも結構下がってはくるけど、まあ、そんなにね、やっぱり低いところでストキャスがクロスしてる時がやっぱ買い時じゃないですか。ね、低いところでストキャスがクロスしてるところが買い時じゃないんですか。ね。まあ、あのー、僕のチャート力学で933でね、ストキャス見てます。んで、あのー、 あの、あの、今、最生 PC で入れてくださいっていう人には、ちゃんとこう、これも、ちゃんとね、933に合わして、こういう画面も作って、お届けしやす。<laughs> しやすが。で、これ下の方でクロスしてるところ、こっちの方がいいよね。やっぱ。だから、この後、低いところで、ストキャスがクロスした、税っていうところをに、で、まあ、ちょっと買ってみようか。 ね。で、3ヶ月ぐらいで、上がったら、理覚して <laughs>、まあ、もうずっと持っててもいいかもしれんけね。で、また、下がったら買って、で、また上がったら利確して、下がったら買って、上がったら理覚して、で、うまく上がんないときは、ずーっと持っとく。で、えー、中国とかが、金買い占めとか、いろんな、ね。 ちょっと相場が危機的な状況になったりすると金上がるので、何か、えっと、まずいことがあった時ね。だから、すごい相場全体が下がってる時って金上がるんだよね。そういう時にはまた売って、で、逆に相場がいい時って金下がったりする。今は相場が良くて上がってますけどね。こともあるので、そこで金買ってってやれば、あんまりそのデートレード的にえずっと張り付いてなくても大丈夫だし、 ええー、まあ、いい感じの、ゆとりを持った投資が、できるんじゃないっていうのは今日の話で、2036、next ノーツ金先物 W ブルー ETN。これ買っていこうぜ。みんな。<laughs> みんなこれ買ってこただね、ちょっと問題は、売買代金が低。<laughs> ね、 1540の純金の方は、売買代金の10日平均が15.9億あるんだけど、まあまあです。これね。まあまあですけど、まあでもあんまり流動性が高くないんだよね。このダブルブルの2036は、えー、売買代金低いんだよね。で、ちょっと板見てみますけどね。どんな感じか。二零三六ピッ。ー、ダブルブル、金。えー、動いてない。<laughs> 動いてません。えー、ただ、えー、っとね、買いも売りも、ちゃんと板はあって、売りの方の板が多いね。600枚、600枚っていうか、600口かなとか、700、600とか、売りがいっぱい並んでて、買いの方は、50とか3とか10とかで、えー、そんなに買いがないですね。で、今買えるのは、44,540円で、6、6口買える。 240万ぐらい。あ、20万か。4万だから。えー、で、10口、えー、10口で40、えー、4万。100口で440万だから、ね、100口ぐらい買いたいなぁと思えば、えー、そんな簡単に買えないね。こう、買い気配がね、えー、ポツポツで、買い気配44,490円に50。4万4 0 6十に三とか。今、44,500百で1っていうのが今出たけね。 だから、一応、売買されてるんだけど、ちょっとね、流動性に心配がありますね。2036はね。まあ、長期投資だったら大丈夫だと思うけれど。で、1540は、今ちょっと板見てみますけど、1540の板を見てみますけど、1540の方がやっぱりね、売、え、買、ー、活発ですね。歩みねをちょっと見てみようか。歩みね見る、どこで見るの歩みね。歩みねを見せてください。歩みね。歩みねを見ると、 歩みねっていうのがあるんですよね。歩みっていうのは歩くにねで歩み、歩みね。歩みねを見ると、だいたい今日どれぐらいの取引がされたかわかるんだけど、結構ね、1540は取引されてます。方や、えぇ、ー、2036は歩みね見ると、えー、もう、あんまり取引されてないことがわかるね。まあでも、ちゃんとできてますね。できてます。えー、ちゃんとできてるんで、まあ大丈夫なんじゃないかな、と思う。 なので、これを買っていったらどうか。で、これは、信用取引の買いも OK ですね。だから、信用取引で買えば、3倍買えるから、3倍買って2倍上がるわけだから、サニーが6倍、信用取引で買えば、6倍の値上がりを、えー、享受できる。信用取引で2036買えば、6倍上がる。ええやん <laughs>。ええやん。これええやん。ええやん。っていうことで、えー、これはどうかっていう話ね。 ただもちろん、金とはいえ、上がり続けるわけじゃないし、タイミングが悪ければ、あまり良い,い投資にならない可能性もあるので、そこは要注意だけど、2036を信用取引で買えば、6倍上がって、えー、めちゃ美味しいかもっていうね。で、これはね、あの、この昨日も言いましたけど、えー、金はね、僕のあのチャンネルではね、えー、定点観測銘柄にして、金ね、えー、見ていこうと思ってるんだよね。で、買いの、あの、 え、チャンスが来たら、今買えるんじゃないですかねって言うから。言うから、まあ、純金なり。まあ、純金も、え、2036のこのブルの、ダブルブルの e t n も同じように動いてるからね。とりあえず、ストケースが下がってきて、え、こうやってクロスつけたところで一回ちょっと買ってみるか、みたいな。ね。そんな感じになります。これまだまだ今高いところにあるので、今は高値圏だから、今買っちゃダメ。 高値掴んでどうする「それじゃバカだろうちゃっちゃャちゃっていう意味はね今買うと高値掴みの1だからあっかんっていうことになるんでねということで金ええー、高安いとこ待つみたいなところでえやっていきましょうということですさてということなのでええー 金ね、えー、株浅漬け、えー、年は古漬けさん、金、そんな感じで2036狙っていきましょう、えー。さて、もう1週間も前にいただいたメールです。春の気配、みーさんから、みえさんからごめんなさい、みえさんから。というで、まささま、1日3本の動画アップお疲れ様です。体調回復されたようで安心しました。2年とちょっと前に高齢者の仲間入りをしたみえです。 えー、10年前から夫婦で日本株現物のみの消防取れを手堅くやっています。年金の達しになればとはじめ、それなりにそこそこ儲かっています。おめでとうございます。始めた時期は二人ともまだ現役中でしたが、年金生活者になった今は妊婦中心の投資。やってきてよかったと思っています。これから先のことはわかりませんが。郵便屋さんのバイクの音が聞こえてくるために、あ、配当のお知らせだと、そう頻繁に届くはずもないのに、馬鹿なことを言ったり、 儲け自慢、損切りの切なさ、いろいろな情報を共有し合って、夫婦で、ね、ご夫婦で楽しんでおられる、楽しんでいますということです、えー。2年くらい前からしゃがんだり立ち上がるとき、膝が痛くて痛くって、診察や MRI の検査を受けたら、えー、年齢的なものだと思いますので、医者がよく言うやつですね。<laughs> 歩いて痛くなければ無理のない適度な運動がいいかもしれませんと言われて、週に4、5日、1日40分、50分のウォーキングを始めました。 月に一度の診察のたびに先生から運動してますかって聞かれるので、意を決して始めたことだからとせっせいと継続的に歩きました。そうしたら、日をごとに痛みが和らぎ、痛み止めの薬を一週間飲んだだけで、えー、サントリーのセサミンなどのお世話になるのに。<laughs> 多分そうじゃないこれ。あ違うかあグルグル。グルコサミンだ。なんたら職員のグルコサミンか。えー、の、えー、お世話になることもなく、良くなってきました。 ブロコサ見て聞かないらしいよ。あれは飲んでも膝には行かないらしいから。で、良くなってきました。運動不足原因だったかも。えー、知れません。今日も8千0自宅近くの川のほとりのお気に入りコースを歩いてきました。青い空、暖かいお日様、白い雲、冷たい風、遠くにもやたせる300、なんか景色が浮かんできますね。う <laughs> ぐいすのうな共おーおけきーちょ。少しせっかちなつくしの坊やが一本。 ビヨーン。まだまだ寒い日が続いていますが、春はすぐそこまで来ていますね。爽やかな気分、夢心地で帰宅したら、なんと、先週の木曜日だから、夫の渋い顔と、株価だた下がりの声で現実に引き戻されました。私が3年前に買った村田型編、6981、ずっと弱かったからなぁ。でも、一度惚れて買った株は、よほどのことがない限り、添い遂げる手を離さない。 がマイルルー慎重に様子見ですということで、名産さんから頂きました。ずっとね、紹介したくていたんですけど、紹介したいなと思ったんですけど、えー、なかなかね、最近時間ギリギリだったら1時間10分になっちゃうから <laughs>。なんだっけ、えー、っと、今、6981村田、6981ノアって言うんですかね、6 9 8一ね、6981ほい。 6981。あ、下がってんだね。やっぱりね。ちょうど先週の木曜日にこうなっちゃったんだね。で、今は下げ止まってるっていうことですけど。まあでもこれ、こっから下げ止まってもう一回っていうチャートではあるよね。あるけど、まあ日経がどうじゃろうっていう話でね。で、今日経は、さっきちょっとかなり悪い線が陰線引いてましたけど、今また持ち直したけど、10時28分段階で。 あんまり良くないよね。今日はどうも調子悪い感じですよね。だからそうなると、まあ、日経がね、この後下でうろうろすると、えー、調子悪いかもしれないけどね。まあ、長く持たれるという、そういうトレードをやられているようですので、頑張ってください。えー、持ち直すことをお祈りしております。うん。ね。 ご夫婦で結構株やってらっしゃる方いらっしゃって、えー、今も例えば再生 PC もね、えー、ご夫婦で、えー、一緒に見たいみたいなね。それ OK です。あの、えー、再生 PC ね。ご夫婦で使っていたい。あの、ソフトによってはさ、その、なんだ、あのその人が買ったら、何、えー、て言うかな、その人がライセンスの所有者で、 他の人はダメみたいな、そういうのもあるんですけど、まあ、あの、ご夫婦の場合は、うち全然も、もちろん問題ないんでね、それはまあ、あの、対外ソフト大丈夫かなとは思うんですけど、たまにね、あのうるさいのもあるんですけど、えー、そんな感じで使っていただくのも面白いかもしれませんね。夫婦でチャートリー企とか見ながら、えー、こっちがいいんじゃない違ういんじゃないみたいなね、<laughs> 楽しいかもしれませんね。はい。 ねえー、だけどまあ、ご夫婦で仲良く株投資って結構僕の知ってる範囲では少ないかなと思うけどね。あの、割と、えー、この後の歌にも出てくるけど、旦那さんがやってて失敗してて奥さんに言ってないとかさ。<laughs> そういうようなことも結構あるので、そうならない、なってない三恵さんご夫婦。いい感じですね。はい。ねいい感じです。えー、では、えー、今日もね、ずっと一緒に やって終わっていきま,しょうまあ多分ねこの「ずっと一緒にもうねもうこれで今日で終わりだと思っていて、えー、まあ次回からは終わりは前から言ってる願いそして最初が、えー、とりあえずは「えー、金木もかなそんな感じになると思います、はい、願いを歌うのは今から緊張してません、ね「<laughs> 今日今日もまた」 「いつものように僕の一日が終わってゆく」っていう歌なんですけどねこれより半音高いんだけどねあということで、えー、今日は今日は、えー、そうではなく、えー、ずっと一緒に歌っていきますこれもだけどねエンディングテーマとして結構僕はいい歌じゃないかなと思うんだけどね 始まらない。今ね、でも、かんし、かが、えっと、ある程度スクロールする、待ってたんだけど、今度待ちすぎ。<laughs> 明日からはもっとゆったり」「二人の時を楽しめたらいいね」「僕も君も日常のと 一緒に歌いました今日は1時間5分ぐらいでまとまりましたけど1時間にまとめたいんだけどねしゃべりすぎ <laughs> しゃべりすぎということで、えー、今日はねああ金の買い方って今日あれタイトルコールやってないね <laughs> 多分やってないあやったかなやったかな金の買い方やったかなやったねやったやったはず、えー、いつもタイトルコール忘れるから今日から えー、3分でタイトルコールって決めて始めたから多分やってるはず。はい。これをやりました、今日はね。えー、ということで、えー、金の情報、お,お届けしました。いかがだったでしょうかね。で、皆様から、えー、投資についてのね、いろんなご質問があれば、それに対していろいろお答えしてまいりますので、えー、ね、そっこっち、もうちょっとこっち金入れ、おい。いろいろお答えしますので、皆さん、えー、ぜひ、えー、 お便りをお寄せいただければと思います。はいえー、今日3月15日、えー、金曜日、おやじラジオ、えー。月曜日、火曜日、お休みいただきますので、皆様、寂し,寂しいと思うけど、<laughs> ちょっと待ってくださいね。でまた、えー、今度はね、えー、来週木曜日まで、えー、しばらくちょっとお,お別れになりますが、えー、皆様、良い週末をお過ごしください。それで、飛び石連休ですけどね、 えー、お休みがちょっと多いので、えー、のんびりと過ごされてはいかがでしょうか。お前もな。はい。<laughs> えー、ラジオ時でした。じゃあまた来週木曜日にお会いしましょう。それでは。